さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然かなわない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。なあ、さくら。さくらって裁縫が得意なのか？ええ、得意というか、帝劇に来てから得意になったっていうか、帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに上達して楽しくなってきたんです。へえ、なるほどね。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君は新宮寺さんじゃない。新宮寺さんにはなれない。分かってます。そんなこと嫌なんです。新宮寺さくらさんみたいになりたい。花組に入れてその夢が叶うって思ったのに。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろ？私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも神山さん、少し気負いすぎじゃないか？
もうちょっと肩の力を抜いた方がいい。すみません。でも今の自分じゃダメだって思うと気が焦っちゃって。さくら、君は本当によくやってると思うよ。焦らなくてもいい。きっと夢を叶えることができるさ。あ、はい、ありがとうございます。さくら、あの神山さん、肩に触れるのはいいですけど、さっきから横島な顔してますよね。え、いや、そんなことはないと思うな。諦めたくない。その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか。でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。桜の髪、サラサラとしていてとても綺麗だな。え、ありがとうございます。髪をあげれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか。いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。神山さん、何を見ているんですか？え？あ、いや、別に。もう、神山さんのエッチ。え、何を？さっきから何度も見てますよね。何を考えているかバレバレですからね。反省してください、神山さん。この刀は、さくらのかい？はい、お母さんの形見、天宮国定です。形見？そうか、そういえばお母さん、亡くなったんだったな。ええ、もう10年になります。このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。とても似合ってるよ。黒髪にぴったりの色だね。ありがとうございます。
聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん、髪を撫でてもいいか。ダメですよ、子供じゃないんですから。なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。神山さん、顔が赤いですよ。もしかして熱でも？大丈夫なんでもないよ、うん。さくら、俺は君を信じている。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。恋人同士さ、いや、恋人になっちゃうか、さくら。神山さん、もう冗談ばっかり。そんなの、まだ早いです。さくら、君はもう大丈夫なはずだ。はい、何
だか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。私、諦めないでやってみます。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。